皆さんこんにちは、水おじさんです。皆さん AirPods シリーズで音楽を楽しんでいますか？もちろんですね、そのまま聞くだけでも十分 AirPods は使えるんですが、実は結構隠れた設定があります。隠れたというと少し言い過ぎなんですけれども、最初からね問題なく使える場合が多いですので、あまり設定を気にしていないという方がほとんどだと思います。なんですけれども、実は音の具合を調整できたり、どんな音でも疑似空間オーディオにできたり、結構楽しめる要素多いです。なので知っておいて絶対に損しない設定を12個紹介していきますので、ぜひ最後まで見てお気に入りの機能を見つけていただいて、これからも AirPods シリーズを楽しんでいただければと思います。以前にも特集している内容も含まれるんですが、操作方法とか画面もね変わってきているので、その辺もね情報はしっかり更新してお伝えいたしますので、新しく知る情報もあると思います。またこのチャンネルでは、明日誰かに話したくなる iPhone 14対応の iOS 16 の新機能22+1の使い方解説の動画や、 iPhone 14シリーズ全てと 11、12、13、 iPhone のバッテリーを9台同時に耐久テストしてみたの動画など、 iPhone の検証お役立ち動画がたくさんありますので、見逃さないように今のうちにチャンネル登録しておいてください。それから Twitter でも質問を受け付けていますので、ぜひフォローをお願いいたします。それでは行ってみましょう。はい、まずは対象の AirPods なんですけれども、基本的に今まで出てる全てのものに対応したお話にはなります。ただし3でしかできないプロシリーズ以上じゃないとできないというところもあるにはありますので、その時に解説いたします。そして使用する iPhone は、今回はですね iPhone 14 Pro の方を使っていますが、 iPhone 自体は AirPods にさえ対応していればどの iPhone でも同じです。なのでそこは大きく気にしなくていいんですが、 iOS 16 以上の機能が含まれますので、基本的に試す場合は iOS 16 以上にして試してください。それでは行ってみましょう。はい、それでは一つ目から紹介していきます。使用する AirPods の方は AirPods Pro 2になってますが、どの AirPods でも同じです。で、一つ目は何かというと、 iOS 16 以上からロック画面にバッテリーが表示できるようになりましたよね。ここは知っていると思うんですけれども、やり方としては壁紙の変更の中でカスタマイズを選ぶと、ここにウィジェットを追加というのがあるので、ここを押します。そうするとバッテリーっていうのがあるんですね。ここバッテリーというのがあるので、ここを押せば、今 AirPods ケースとか出てますけども、これ押すとここにバッテリー状況の表示ができるんですね。この通りで、これはこれで便利なんですけれども、使っているとわかるんですが、これ AirPods になったり iPhone になったり Apple Watch になったりしないですかね。今 AirPods ですけれども、これこの通り今 Apple Watch になっちゃうんですよね。で、ここなんで勝手に切り替わっちゃうのよって思ってる方いると思うんですが、実は AirPods だけに固定することができます。やってみましょう。もう一回長押ししてこの編集画面にして、カスタマイズを選択します。で、一回タップするとここウィジェットを追加って出てくるので、この状態でもう一回タップするんです。そうするとこれ今実は自動設定になってるんですね。なのでこの自動をオフにしてデバイスが選べます。ここタップ可能なんですね。そしたらこれタップすると今接続しているもの出てくるので、ちょっと AirPods Pro 2が接続されてなかったので接続します。改めて接続するとこの AirPods Pro 第2世代って出ていますので、これをタップすればここ、これしか出ないようになるんですよ。なのでこれを切れば常に AirPods が出てる状態になるんですね。そうするとずっとね 100% ということも分かりますし、この状態で完了にしておけば常に表示されることになります。これで勝手にここは切り替わらないので、このような設定結構おすすめです。ただしですね、これ AirPods だけっていうのもちょっと寂しいですので、私のおすすめの設定としては、これね AirPods はちっちゃいので良いかなと思っていて、一つ横に長いものと、もう一つね小さいのも追加しておけるんですよ。これ小さいもの、小さい方を追加しておいて、こっちは iPhone にしておく。ダブルタップして自動を切って iPhone のみにします。 iPhone のみにして、こっちをタップして、ここも自動切っちゃって、これを AirPods にしておく。そうするとまあちょっと間空いちゃいますけども、なんか入れておけば常にね iPhone と AirPods のバッテリー分かりますので、こういう風にしておくと一番便利かなと思いますので、ぜひね好きな設定探してみてください。最後ね、ここ完了を押さないと反映されないので、完了を押して壁紙を両方に設定というのを必ず押してください。そうしないと反映されません。これで便利に情報を入手してください。続いて充電なんですけれども、こちら AirPods 3とか AirPods Pro だけになります。この2つの場合ってワイヤレス充電とかマグセーフ充電ができるんですけれども、例えばこれ乗っけます。乗せると今満充電なので緑、満充電じゃない場合は例えばこっち AirPods 初代なんかを乗せるとオレンジに光るんですね。なのでオレンジだったら乗せといて充電しなきゃいけないのですが、これしばらくすると消えてしまうんですね。今消えましたよね。じゃあそのバッテリーの確認、満充電になったか確認するのどうすんだっていう時に、わざわざこれ取ってこう開けばね、もちろんさっきのロック画面で確認することも
もできますし、 iPhone に近づければこうバッテリーの方出てきますので、あ 59% しかないんだっていうのも分かるんですけれども、満充でいいかどうかだけ知りたいという時はこれ置いたままこれオレンジになってますよね。でこのランプが消えて、例えばね1時間ぐらい経過して満タンになったかなっていう時に、これね本体をトンと叩けばですね、実はランプがもう一回光ってくれます。なので満充電になったかなと思ったらこうトンと叩いてあげれば、これオレンジなのでまだなんですね。オレンジなのでまだということが分かります。でもう一つこっち満充電のものなんですけれども、これは AirPods 3ですね。これも今ちょっとランプは光っちゃってますけども、例えばオレンジだったと、でオレンジであって今消えてしまってるからしばらくした後確認したいっていう時にトンと叩けば、これ緑満充電ということが分かります。なのでこれですぐ充電の状況は知ることができますので、ぜひ便利に使ってみてください。はい、続いては AirPods の名前の変更ですね。これ名前の変更はちょっと AirPods 装着しないと変更できないので装着しますけれども、 Apple さんは相変わらずですね、こういう風に名前を付けるときはですね、何々の AirPods ということで、何々のが本名が入ってしまうんですね。まあ、いつものことではあるんですが、ちょっとね変えたいという方たくさんいると思います。なので AirPods を装着した状態で設定をします。どの AirPods でも大丈夫です。今回 AirPods 第2世代となってますが、これをタップするとここにですね名前というのが出てきます。実はタップが可能です。ここタップすると変更画面に入るんですね。なのでここで好きなように変更しましょう。で今回は私このままでいいんですが、ちょっと面白くないので、ここに水王子のと入れておきます。水王子の AirPods Pro 第2世代で、ここで戻ってしまうと確定にならないので、必ずこの完了を押してください。完了を押すとこのように確定になって、戻ってみてもここに水王子の AirPods Pro 第2世代という風に名前がきちんと変更されます。これは変えるにしろ変えないにしろ覚えておきましょう。はい、続いては再生停止の仕組みです。これ結構知ってると使い勝手にも関わってくるので、この知識は頭に入れておいてください。まず AirPods の方を装着します。これね、画面から消えてるときは私が装着してると思ってください。で、装着している状態で、例えばちょっと外してつけたときにまた自動再生されたり、もしくはされなかったりしたという経験ないでしょうか。あれですね、しっかり実は時間が決まっております。今再生します。まず再生すると今音楽が鳴ってるんですけれども、この片方だけ今外した状態、片方外すと止まるんですが、これを再度戻せば基本的にはもう一回再生されます。もう一度再生されるんですが、これがされない場合というのは、実はですね両方外してこれ15秒以上経つと再生されなくなるんですね。今これまだ5秒か10秒しか経ってないので戻しますけども、両方とも戻すと自動再生されるんです。なんですけれども、これ両方もう一回外して、これ今停止されましたよね。この状態で15秒以上ちょっと測ってみましょう。はい、15秒以上経ったので、これを耳に戻してみましょう。そうすると、ここ画面動かないので見ててくださいね。はい、接続はされるんですけれども、再生はされない。こういう風に決まっているので、結構外してたからもう再生されないなとか、片耳だから再生されるなとか、そういったところね、覚えておくと分かりやすいです。続いて、空間オーディオの使い方ですね。空間オーディオっていうのは何かというと、立体的な音を再生してくれます。どういうことかというと、例えばまあボーカルは真ん中から聞こえて、右からベース、左からギターみたいな感じですね。でちょっと奥の方からドラムが鳴ってるとか、そういった音響で空間オーディオはとても素晴らしいものなんですけれども、どういう風にね設定するか知らない方もいるので解説していきます。でこれは空間オーディオ対応している音楽と対応していない音楽を疑似空間オーディオにする2種類があります。で対応しているものはこの Apple Music のプレイリスト、 J-POP の In Special Audio というとところを開けば、ちゃんと空間オーディオとして収録した音が格納されております。なので例えばこれエジソン、水曜日のカンパネラさんのエジソンとかを再生すると、ここドルビーアトモスっていう風に出ているものは空間オーディオ対応のものです。じゃあ今空間オーディオで再生されているかどうかっていうのが、ここだとちょっと分かりづらいんですが、どっから見るかというと、コントロールセンターを表示して、ここイヤホンのところを長押しするとですね、右下にですね空間オーディオヘッドトラッキングという風に出てくるんですね。で今これ空間オーディオと書いてあるということは、空間オーディオ対応のものを再生していることになります。でこれ実はタップすると、これ固定とかオフとかできて、オフにすると単純に空間オーディオ自体がオフになります。でもう一つは空間オーディオだけオンにする、この真ん中固定というのがあるんですけれども、これだと空間オーディオだけ楽しめます。でもう一つが、これがおすすめなんですけれども、空間オーディオに加えてヘッドトラッキングというのがあるんですね。これをオンにすると空間オーディオプラスヘッドトラッキングといって、 iPhone を中心に真ん中から音が聞こえてきて、
て、左を向くとですね、顔はこっちを向いているのに音が正面からちゃんと聞こえている感じになって、反対向いても当然 iPhone から音が鳴っているように聞こえるんですね。これって言葉だとなかなか難しいんですけれども、一回味わうとすごい体験できますので、ぜひね、これで空間オーディオプラスヘッドトラッキングを楽しんでください。で、ヘッドトラッキングが苦手だという方もいらっしゃいますので、そういう時はここを固定にして空間オーディオだけ楽しんでください。で、もう一つが先ほど言った疑似空間オーディオのやり方なんですが、水曜日のカンパネラのエジソンだと対応しちゃってますので、例えば対応してないこのアドさんの歌方ララバイとかっていうのは空間オーディオ対応してないんですけれども、そういった場合は先ほどの見え方が変わってきます。ここステレオを空間化という風になってます。なので本来ステレオの音源しかないんだけれども、疑似的に空間オーディオにすることができます。で、これ今オフなんですけれども、これタップして固定にすれば疑似空間オーディオが楽しめますし、ヘッドトラッキングにすれば疑似空間オーディオプラスヘッドトラッキングになると。なので相変わらずここはヘッドトラッキングにすることがおすすめなんですけれども、この状態であれば疑似作成されたものではありますが、空間を感じることはかなりできますので、これ AirPods 初代と2だけはできないんですが、 AirPods 3もしくは Pro の1か2を持っている方は一度は試してみてください。で、今回音楽でやってますけども、なんと各種サブスクでも可能ですし、もちろんこういった YouTube とかでも可能です。今 YouTube を再生した状態でやっぱりこのコントロールセンターを下げれば、ここにですね疑似空間オーディオ可能ですので、ミュージックビデオなんか見るときはこれで見るとですね、迫力が全然変わってきますので、ぜひお試しください。続いてはどの端末に接続するか選ぶということが可能です。これどういうこと言ってるかというと、 Apple の端末何個か持ってると、例えばここで再生してるときはよくて、 iPad の方で再生するとそっちに自動で接続が切り替わるんですね。それ自体はすごく便利なんですけれども、実際はこの iPhone だけでいいよっていう時もあると思うんですね。そういう時に接続先っていうのは制御することができます。やってみましょう。例えばこの設定を押します。で、設定を押したら相変わらず上の方にある AirPods の設定を押します。で、少し下に行ったところにですね、この iPhone に接続という項目があるんですね。これ自動になってるんですけれども、これを自動にしておくと、先ほど言った通り再生した Apple 端末のところに AirPods が自動で接続してくれます。これはこれで便利です。これはこれで便利なんですけれども、もう一つ設定としては、ここをタップすると、この iPhone に前回接続していた場合という項目がありますので、こちらにしておくと、前回ここで使いました、 iPhone で使いましたという時にしかこの iPhone にしかつながりません。例えばこの iPhone でしばらく使ってた、で今はもうしばらく iPad で使いたいんだよ、 iPhone で使った時に勝手にこっちに接続移んないでほしいんだという場合は、これにしておけばもう一回 iPhone に手動で接続するまでは iPad の方にしかつながりません。ここは上手に使って接続先をうまく制御してください。私は自動が好きなので自動にしておきます。続いてもう一つ、この設定画面内にあるんですが、この iPhone に接続よりもうちょっと下のところにこのマイクというところがあるんですね。結構通話で使ってる人も見かけるので、このマイク今自動になってますが、実は右か左のマイク選べます。ここタップしてみましょう。タップすると自動的に AirPods を切り替えという風になってますが、常に左の AirPod、 常に右の AirPod、 どちらかを選択することができます。なので例えば右側がうるさいから常に左の方でちょっと拾ってほしいんだっていう時は、常に左の AirPod とすれば左側だけマイクになりますので、ここでうまくマイクをね制御していきましょう。ちなみに当然なんですけれども、片方になると AirPods じゃなくて AirPod です。続いては AirPods 自体の操作ですね。これ AirPods Pro 2なんですけれども、 Pro 2の場合はこの足の部分、ステムというんですけれども、ここの部分で検知してくれます。一回ここをね押して再生、もう一回押すと一時停止とか、電話が来た時も一回押すと電話を受けたりできます。で、二回押すと次の曲、三回押すと前の曲、長押しするとノイキャンと外部音取り込み切り替え、そして Pro 2だけの機能としては、ここつまんだ状態で上にスワイプするとボリュームが上がって、下にスワイプするとボリュームが下がります。ボリュームを制御できるのは AirPods Pro 2だけになります。で、こういった操作方法他にもありますので、こちらのようにドンという風にありますので、 AirPods シリーズね全て操作自体は可能です。ただしボリュームまで制御できるのは AirPods Pro 2のみとなります。なので今出ているちょっと操作方法を参考に使ってみてください。そして今の操作方法もちろん覚えてほしいんですけれども、長押しというものに対応しているものもあります。先ほど AirPods Pro 2ではノイキャンと外部音取り込みを切り替えが可能だと言ったんですけれども、その長押しって実は何を起動するか設定できるんですね。この先ほどの AirPods の設定画面のちょっと下に AirPods を長押しした時の操作、左と右両方選べるんです。なのでこのノイズコントロールとなっているのがノイキャンと外部音取り込みの切り替えなんですけれども、それはもう左だけでいいやと、じゃあ右は違うのに変えておこうという時に、これノイズコントロールじゃなくて Siri にするとか、もしくはノイズコントロールなんだけどノイキャンと
外部音取り込みじゃなくてノイキャンかオフにするとか、もしくは3つともね1回1回切り替わるというふうにも設定できますので、この辺をうまく使えば右と左で使い分けいろいろ可能になりますので、好きなものに設定してみてください。私はやはりねノイキャンと外部音取り込みが気に入っているのでこのままにします。で今回 AirPods Pro 2でやってますが、 AirPods Pro 1でももちろんできますし、 AirPods 3には残念ながらないんですけれども、 AirPods 1、2だとダブルタップした時どういう風に操作するかっていうのが選べますので、ぜひね設定の方を覗いてみてください。同じ場所にあります。でその長押しというところの間隔を変えることもできます。これは AirPods 3か AirPods Pro シリーズのみになるんですけれども、先ほどのこの AirPods の設定のページのずっと下の方にですね、アクセシビリティというものがあります。このアクセシビリティをタップしましょう。そうすると押す時の間隔とか長押しの間隔、こちらを変更できます。押す時の間隔デフォルト遅い、最も遅い、要はちょっと触ったぐらいじゃ押したことにはしないよというのがこの最も遅いとか遅いですね。でもう一つが長押しの間隔、これは長押ししたよっていう風に判定が入るまでの時間ですね。これより短いか最短、私は最短にしてます。結局長押しの時ってノイズキャンセルから外部音取り込みにすぐ切り替えてほしいので、私は最短にしています。でこの設定は AirPods 3でも同じような設定がありますので、そちらも設定見てみてください。で AirPods Pro 2だけにある設定がこれより一番下に行くと音量コントロール、先ほど足の部分、ステムの部分をスワイプすることによって音量上下できると言ったんですけれども、そこの間隔を決めることができます。デフォルトと長め、最も長めとあります。これどういうことかというと、デフォルトはある程度でもう音量判定入るんですけれども、長めと最も長めはもっとスワイプしないと判定入んないよという設定になります。これはもちろん間違い防止なんですけれども、自分の感覚に合ったものをねちょっと選んでみてください。私はやはりねデフォルトがちょうどいいなと思いました。そして次、これは結構重要です。重要なところなんですけれども、やはり先ほどの AirPods の設定の中の、さっきも言ったところなんですが、アクセシビリティの中にですね、もうちょっと下行ったところにこれオーディオアクセシビリティ設定っていうのがあるんですね。ここでですね、実は音の具合調整できます。 AirPods ってアプリみたいなのが全然ないんですけれども、 OS 内に組み込まれた機能で音の調整することが可能です。オーディオアクセシビリティ設定をタップします。そうするとこのヘッドホン調整というところが出てきますので、このヘッドホン調整を今オフにしてますがタップします。そうすると今オフになってるんですけれども、これをオンにしましょう。そうするといろいろですねこれ設定ができるんですが、このカスタムオーディオ設定というところで進めていくと、自分の今耳に聞こえてくる聞こえ具合で自動的にどっちがいいですかみたいなのを選択していくだけでお好みの音楽にすることができます。なのでこのカスタムオーディオ設定をタップして、ここ続けるを押しましょう。そうするとこのオーディオグラムを追加しますかというのが出てくるんですけれども、これは基本的にはオーディオグラムを使用しないで大丈夫です。これ何かというと、例えば聴力検査の結果があるとか、そういうデジタルデータがあるという場合はこれ追加を押せば、本当に検証した結果、数値的な結果で追加はできるんですが、聞いた感じで選びたいという場合はこのオーディオグラムを使用しないを選択してください。そうすると始める前にと出てきて、必ず静かな環境でやってください。5分ぐらいかかります。ノイキャンモードに勝手に変わりますとかいうのが出てきますので、必ず静かな場所に移動しましょう。なのでこの動画を見てる間はできないんですが、後でやってみてください。でこれ続けるを押すと、勝手に今ノイズキャンセルモードになって、この誰かが話しているのが聞こえますか、はいとか続ける、そうすると結果によっていろんなものが出てきます。なのでこれ続けるを押して、どちらのサウンドがいいですか、バージョン1バージョン2とかですね、こう切り替えながら、あこっちの方がいいなっていう、続けるっていう風にやっていくといい感じの設定に決まってきますので、ここで最後カスタム設定を使用するか標準を使用するか選んで、カスタム設定をしようとすれば、最後に外部音取り込みモードもどのくらい取り込むかっていうのを決めて完了とすると、ヘッドホン調整がオンになってカスタムオーディオも使ってるということになりますので、これでね音の具合かなり変わりますので、ぜひね一回試してみてください。それから標準に戻してみてもね遅くはないと思いますので、お好みのね音の具合探してみてください。そしてカスタムオーディオいろいろやった上で、まあ今回はいいかなという時はこのヘッドホン調整をオフにすれば切れますので、切りたい時はそれで進めてください。続いては空間オーディオをパーソナライズすることができます。何かというと、空間オーディオと一口に言っても自分の耳によってね聞こえ方って結構違いますので、それを自分用にカスタマイズすることができます。これはですね AirPods 3か AirPods Pro 1 AirPods Pro 2のみとなりますが、
先ほどおなじみの設定の中の下の方ですね、パーソナライズされた空間オーディオというのがあります。で、ここをタップするとですね、空間オーディオパーソナライズという風に出てきますので、これをタップしてください。そうするとですね、カメラを使用して耳を映す画面が出てきます。続ける場合は AirPods を耳から外します。で、耳から外した状態で進めるんですが、これで OK を押して、そうすると顔正面のアングルとか出てくるので、これで正面を撮影して右の耳左の耳という風に撮影していくんですけれども、そうすると自分だけの聞こえ具合の空間オーディオが出来上がります。今回ちょっとここでは試しませんが、これもね、一回やってみて、あ、こっちの方がいいな、いや標準の方がいいなというのをちょっと確認してみてください。結構ね、面白い具合に変わりますので、好きかどうかは別としても一度はやってみるといいと思います。続いてですね、これはね、 AirPods つけてなくてもできることはできるんですけれども、ちょっと面白い機能があるので紹介しておくと、聴覚という機能があります。ちょっとまずはね、 AirPods の方をつけてしまいますが、 AirPods をつけた状態でですね、コントロールセンターの方を出します。コントロールセンターの方を出して、この耳のマークですね、これ聴覚の機能なんですけれども、これをタップします。で、もしこの耳のマーク出てないという人がいる場合は、 iPhone の設定をタップします。で、 iPhone の設定の中からコントロールセンターを探してください。一般の下にあります。コントロールセンターをタップして、この中の下のところ、今この上の枠に表示されているものがこのコントロールセンターに出ています。なので、出ていないという方はこの今一番下に聴覚という機能があるんですけれども、これが上の枠に入っていなくて、おそらく下の枠、この中の方に入ってしまっていると思いますので、これ今一回消しましたので下の枠に入ってるんですが、この聴覚のところのプラスを押してください。そうするとこのね、コントロールセンターに入りますので、これを下げればここ耳のマーク出てきます。なのでこれをタップしてください。そうすると面白いのが、このバックグラウンドサウンドというのが再生できたり、ライブリスニングがオンにできたりするんですね。で、両方とも何かというと、バックグラウンドサウンドっていうのはこれタップすると分かりますが、何を流すか決められるんですね。今海の音楽を流してるんですけれども、これタップするとバランスの取れたノイズとかせせらぎとかも選べるんですね。で、これどういう時に使うかっていうと、せせらぎを流しながらノイズキャンセルモードとかにすると、お仕事をする時に集中できたり、外でね、仕事してる時に雑音はいらないけど、ちょっとね、落ち着く音楽を流しながら仕事がしたいとか、そういう時にこのバックグラウンドサウンドをね、流しながら作業をするといったようなことが可能です。で、これはこのバックグラウンドサウンドだけの音量が変えられますので、他に音楽流しながらでもこのせせらぎの音楽を流したりすることも可能です。なので、ちょっと面白い機能ですよね。あと、もう一つはライブリスニングというのがあるんですが、これライブリスニングタップするとですね、ライブリスニングでオンになるんですけれども、これ何かというとですね、補聴器とはまた違うんですけれども、人の声を聞き取りやすくなるんですね。で、その人の声を聞いてるのは何かというと、この iPhone になりますね。iPhone が聞き取った結果を人の声かどうか判断して、それを AirPods にお届けしてくれるということになります。なので、人の声が聞き取りにくい雑音が多い環境でライブリスニングをオンにするとか、もしくはね、この iPhone 自体をどこか違う部屋に置いておいて、少し離れたところで AirPods で声だけ聞くといったようなこともできますので、そういう使い方したいとき、ぜひライブリスニングをオンにして使ってみてください。かなりですね、人の声は聞き取りやすくなります。続いては、 AirPods をなくしたとき、落としたとき、場所がわからないとき、そういったとき探すことが可能です。 iPhone の探すアプリで簡単に探すことができますので、まずは iPhone の探すアプリを起動しましょう。で、これちょっと AirPods シリーズでどうなるか変わってくるんですが、ケースまでなくしたときに探せるのはこの AirPods Pro 2だけになります。これはケースにスピーカーがついてるからなんですね。他の AirPods ケースはスピーカー自体がついてないので、なくしてしまうと音が鳴らせないということにはなってます。なんですが、イヤホンをなくした場合は探すことが可能ですので、例えばこの AirPods Pro 2をなくしたと想定してやってみましょう。どのようにやるかというと、例えばこの AirPods Pro 2をなくしてしまったと、ちょっと遠くに置いておきます。そしたらですね、 iPhone の方で探すアプリを起動します。あんまり使わないのでどこにあるかわからないと思うので、そういう時は検索しましょう。 iPhone を真ん中から下にスワイプすると検索画面が出てきます。なので、この検索のところで探すと入れてください。今はですね、この探すというアプリ、私の方では出てますので、これを起動します。そうすると地図の方が表示されるんですね。で、地図ちょっとモザイクバリバリかかってると思うんですけれども、下にデバイスを探すというところがあります。で、この中に私の場合たくさんあるんですが、普通の人はそんなにないと思いますので、その中から AirPods Pro 2を探してください。はい、私の場合はここにありました、水王子の AirPods Pro 2ということで、先ほどね、名前変えたのでこの名前になっております。これをタップします。タップするとどこにあるかが出てきます。今はちょっと自宅内にそのままあるのですぐ見つけられますが、ここでサウンド再生を押してみましょう。サウンド再生を押すとどうなるかというと、押してみましょう。
はい、この通り AirPods Pro 2のケース自体が今音を出しています。なので家の中でも見つからないという時あると思うんですね。例えば布団の中に隠れてしまったとか、そういった時もこれで探すことが可能です。じゃあこんな風にケースから出てしまっている時どうするんだと、要はケースだけは手元にあるんだけど本体をどっかで落としてしまったという時どうするかというと、同じように AirPods Pro 2をこのデバイスを探すの中から探してください。ここにありましたのでタップします。ケースに入っていませんときちんと出ております。なのでタップしましょう。そうするとこのようにですね、ケースと右側のパッド、左側のパッドと分かれていますので、どれがないかによって押してみましょう。今回は右側のパッドをなくしたと想定して右側のパッドを押してみます。そうすると同じようにサウンドを再生とか出てきますので、これでサウンド再生押してみましょう。そうすると音量の警告というのがちょっと出てるんですけれども、耳にね入れた状態で鳴らすとかなり大きな音が鳴るので注意が出るんですね。で今回外しているのでサウンドを再生を押します。そうするとどうなるかというと、右のパッドこちらですね、こちらの方から今音が出ています。なのでこれで落とした時も、ちょっと影に隠れている時もケースだけじゃなくて本体でも音が出ます。でこれは AirPods 3でも AirPods Pro の初代でも可能です。ケースだけなるのは Pro 2のみになります。そしてもう一つ AirPods Pro 2だけにはなるんですけれども、こちらにはですね U1 チップというものがケースに搭載されています。でこれが積まれていると iPhone 11以降の iPhone であればとても詳細に検索することができます。ちょっとお見せしますね。先ほどの探すアプリからまずこの AirPods Pro 2を選んでください。そうすると先ほどと同じような画面になるんですけれども、さっきはサウンドを再生を押しました。で今度は探すを押してみましょう。これ探すを押すと何メーターとかっていうのが出るんですね。なのでこれはちょっとね画面から外れるんですけども、少し遠くに置きます。今ちょっと1メートルぐらい離れてます。で探すを押してみましょう。そうするとこれ 0.5 メーター、この周辺という風に出てるの見えますかね。このくらいわかるんですよ。で1メーター以内に入ると iPhone が震え始めるんですね。今ブルブルしてます。でこれね今近いから出てませんが、もっと離してみます。今ですね2メーター以上離したんですけど、これ角度出るんですよ。今本当にこっち側に置いていて、この方向に歩いていけば確実に見つかるんです。で今回はちょっと歩くとカメラから外れてしまいますので、 AirPods Pro 2から近づけてくるとだんだんこの周辺とかってなって、近づけてくるとこのように近くにあるよという風になって、ここって今出てます。なのでものすごく遠くにあっても、今ちょっと話しましたけども、方向もわかるし、近づけば iPhone は震えるし、その場まで来ればもうこの周辺ここという風に出ますので、これでね簡単に探すことができます。これは AirPods Pro 2のみ可能です。そして iPhone 11以降が必要になります。はい、それではおまけ機能の方を解説していきます。紹介する機能は音楽の共有です。どういうことを言ってるかというと、昔ならですねイヤホンをねこう直接挿して右と左でね彼氏彼女とかで聞いたりしたと思うんですけれども、そんなようなことが現代の AirPods でもできます。しかも AirPods を2台普通につなげることが可能です。で例えば今私一つ AirPods つけてるんですけれども、この状態でね音楽を再生します。当然今 Ado さんの音楽が再生されてるんですけれども、この音楽をもう一人とちょっと休み時間中に聞きたいと、この曲超おすすめだから聴いてくれという時に、例えばこれ友達の AirPods ありますよね、これをわざわざこの iPhone に接続するとめんどくさいじゃないですか。 Bluetooth の接続も元々の友達のなのにこっち側に移ってしまいますし、トラブルの元にもなります。なので一時的に共有する接続方法があるんですね。これはきちんと裏技ではなくて認められている機能で、ここ音楽聴いてる時によく出てるんですけれども、下の方に丸に三角のマークが出てるんですね。で今水王子の AirPods Pro 第2世代に繋がってるんですけれども、これをタップします。でこれをタップすると今つながっているのがどれかが出るんですが、ここにオーディオ共有というマークがあります。なのでこのオーディオ共有を押しましょう。そうすると別のヘッドホンか、そのヘッドホンが接続されている iPhone または iPad をこの iPhone に近づけてくださいと出ますので、この友達の AirPods を近づけます。そしてこれを開けるとですね、このようにオーディオ共有というふうに出てくるんですね、 AirPods Pro で。これ先ほど言った通りここで接続しても一時的にしかつながらないので、この後切った後でも友達の iPhone にはちゃんと接続が戻りますので安心してください。なのでここでオーディオ共有を押すと、ここで接続が出てきて、このようにもう1個タップすることができます。そうすると2つ接続されるんですね。でこれ2台つながってるのもすごいんですが、それぞれね音量の方を変えることができます。ここの音量ボタンでも変えられますし、タップでも変えられますので、これで友達の方は大きくしてみたり、自分のは小さくしたりと設定もできますし、でこれもう使い終わったらこう閉じて、友達の方を閉じて、これ共有を切ってしまえば元通りね友達の方で AirPods 使えますので、このようにね音楽を共有して楽しむということもできますので、 AirPods をね最大限にこれで楽しんでみてください。
はい、ということでいかがだったでしょうか。 AirPods シリーズかなりね楽しむ要素あることが分かっていただけたと思います。特にですねやっぱり再生の仕組み、15秒の仕組みを知っておくと便利ですし、ヘッドホン調整で音の調整、あと探す機能ですね。 AirPods やはり小さいですのでなくしたという方も多いですので、ぜひ探す機能で簡単に探してみてください。何かね感想とか質問等あればコメントの方いただければと思います。もしくは Twitter の方でもね質問を受け付けておりますので、どれ買ったらいいかとか動画の説明内のこれが分からなかったという方はツイッターでね DM いただければ詳しくお答えいたします。また最初にも言った通り、このチャンネルではたくさんの iPhone の検証やお役立ち動画を配信しております。明日誰かに話したくなる iPhone14 対応の iOS16 の新機能22+1の使い方の解説動画とか、 iPhone を9台並べたバッテリー耐久テストなどたくさんの動画がありますので、見逃さないように今のうちにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。